はい、こんにちは。今回は打たれるほど強くなる3人のファイターを紹介いたします。アマチュア経験のないチャン・ジョンクーはプロ叩き上げの荒々しく野性味あふれたファイトスタイルで韓国の鷹と呼ばれ、無尽蔵のスタミナや力強い連打で元世界王者など強豪ボクサーを撃破し、デビューから2年4ヶ月で世界王者になりました。当時の韓国は非常に対日感情が悪かった状況でしたが、そういった中でチャン・ジョン君は日本人ボクサーにめっぽう強かったこともあり、韓国の鷹は国民的ヒーローになりました。初めて日本人ボクサーと対戦したのは世界王座の初防衛戦の時でしたが、2ラウンドで簡単に KO しました。韓国の鷹は生まれ持った気性の激しさとタフネスさ、そして底なしの体力で挑戦者の技術を押し潰し、一旦相手がひるむとものすごいラッシングパワーで相手をノックアウトしていき、防衛回数を伸ばしていきました。韓国の鷹は15度目の防衛戦に大橋秀幸選手を迎えました。序盤、王者チャンは大橋選手の強打をもらってピンチを迎えましたが、第3ラウンドに左フックでダウンを奪い、起き上がった大橋選手を獰猛に襲いかかって、このラウンド3度のダウンを奪いました。絶体絶命の大橋選手は軽量級離れした強打を王者の顎にヒットさせ、王者チャンは意識を失いかけましたが、韓国の鷹は執念で大橋選手の強打を持ちこたえました。王者チャンは1年半前にも大橋選手と戦って敬語しており、この試合でも大橋選手を追い詰め、第7ラウンドにもダウンを奪い、起き上がった大橋選手に左右のアッパーを交えたエンドレスの連打を的確に放ち、ダウンを追加しました。迎えた第8ラウンド、日本の期待を一身に背負って打ち合う大橋選手は残る力を振り絞り勝負に出ました。顔面への強打、そしてボディーブローで王者チャンは腰を落としかけましたが、耐え抜いて逆襲し右アッパーの連打を放ち、この試合6度目のダウンを奪いました。6度目のダウンを喫した大橋選手に王者チャンは襲いかかり、なおも逆転を狙う大橋選手に右アッパーを追撃したところ、レフリーが激闘に終止符を打ちました。2003年7月、マイルモンシプールは27戦目で
WBA 世界スーパーバンタム級王者サリム・メジクンヌに挑戦いたしました。王者メジクンヌ、挑戦者モンシプールは共にフランス人ですが、モンシプールはイラン出身で11歳の時にフランスに移住したので、この戦いでフランス人に受け入れられようと必死に戦いました。サウスポーでテクニシャンの王者メジクンヌは、常に前進するモンシプールをだんだんさばききれなくなり、最終12ラウンド、ついにモンシプールの強烈な右がヒットし、王座を奪取するとともに、フランス人として受け入れられたのでした。モンシプールはメジクンヌから奪ったタイトルの4度目の防衛戦で、強打の中里茂選手を迎えました。中里選手はこれまで24勝のうち 18KO と KO 率が高く、一発のパンチ力では王者を上回り、序盤から打ち合いを仕掛けました。モンシプールは誰とでも打ち合うボクサーで、中里選手の強打にひるまず真っ向から受けて立ち、徐々に中里選手を圧倒していきました。中里選手は強打で応戦いたしますが、被弾が多く徐々にダメージが溜まっていきました。両雄は手を休めることのない打撃戦を演じますが、6ラウンド、モンシプールの執念の連打が激しい激闘を終焉させました。イスラエル、エル・マグニフィコ・ラスケス、オスカル・チョロロ・ラリオ。2005年12月、IBF 世界スーパーバンタム級王者のイスラエル・バスケスは、WBC 世界スーパーバンタム級王者オスカー・ラリオスに挑戦し、初回いきなりダウンを奪いました。メキシカンのイスラエル・バスケスは、多くのメキシカンと激闘を繰り広げ、圧倒的人気を獲得していきますが、ラリオスとも、この試合は3度目の対戦でしたが、3ラウンドにラリオスがパンチによる出血で試合続行不可能となり、WBC、IBF、統一世界スーパーバンタム級王者となりました。パワーと破壊力あふれるハードパンチャーのバスケスは、攻守にわたって多彩なテクニックを見せるため、マグニフィコーの夢を持ち、そしてインファイトを得意とし、強打のジョニー・ゴンザレフとも壮絶な打ち合いを演じました。ジョニー・ゴンザレスは、後に長谷川選手を形容し、日本でもジョニー・ゴンの愛称で有名になったのですが、バスケスはジョニゴン相手に2度のダウンを喫し、劣勢でしたが、第7ラウンドに強烈な右を浴びせ、ダウンを奪い返しました。そして迎えた第10ラウンドに左をヒットさせ、あっという間に踏み込んで連打で倒し、逆転 KO で王座を防衛しました。Super Bantamweight Champion of the World, Israel Magnifico
バスケ。ジョニゴンを破ったバスケスは2007年3月に4度にわたって激闘を繰り広げる終生のライバルになるラファエル・マルケスと戦いました。バスケスと偉大な兄を持つラファエル・マルケスの戦いは壮絶という言葉以上に激しい戦いで多くの人を熱狂させました。Vasquez was unable to continue. He is the winner by way of technical knockout. The Rafael Marquez. 第2戦も初回から火花の散る打ち合いを演じます。第3ラウンドにバスケスは得意の接近戦に持ち込みますが、4階級制覇王者のアリよりも攻撃的なボクシングをするラファエル・マルケスはこれを迎え撃ちます。マルケスとバスケスの試合はいつもマルケスが攻め、バスケスが反撃し、またマルケスが逆転するといったように攻守が目まぐるしく変わります。バスケスはこれまでの試合でもそうでしたが、劣勢な状況でも強力なパンチで一気に形勢を逆転しまうシーンが多いので人気が非常に高いのです。その後、バスケスとマルケスの両雄は3戦目、4戦目と激闘を演じますが、バスケスは網膜剥離が再発し、引退したのです。